主要発掘地の位置関係南アフリカの人類化石遺跡群は人類の進化の研究において重要な化石人骨などが出土した遺跡群を対象とする南アフリカ共和国の世界遺産である。1999年にスタルク・フォンテイン、スワルト・クランス、クロム・ドライなどを対象としてスタルク・フォンテイン、スワルト・クランス、クロム・ドライを呼び 周辺地域の人類化石遺跡群の名称で、ユネスコの世界遺産リストに文化遺産として登録され、2005年にマカパン渓谷、タウングズ街化石出土地が追加登録された。現在の名称に変更されたのは2013年のことである。アウストラロピテクス族が最初に発見された遺跡を含み、アウストラロピテクスアフリカヌスやパラントロプス、ロブストゥスなど、 多数の人類化石が発見されている。このため、人類のゆりかごと名付けられている。後に、ルーシーやセラムの発見に代表されるエチオピアなどでの発掘と研究の進展によって、東アフリカこそ人類のゆりかごなどと言われるようにもなったが、21世紀に入っても南アフリカでは、新種のアウストラロピテクスを含む重要な化石の発見があり、 人類の揺りかごの地位を再び取り戻すことにつながる可能性を示唆する者もいる。世界遺産構成資産の登録 ID は発見年代順になっていないため、まず背景となる発見の歴史を外括的に扱っておく。なお、この節に登場する太字は、世界遺産を構成する化石出土地域などの名前である。1924年当時、すでに黒間日本人、 ネアンデルタール人などの存在は知られていたが、人類の祖先が南アフリカにいた可能性を想定したものはいなかった。類人猿から人類が進化したのなら、類人猿が生息するような熱帯雨林が見られない、南アフリカにいたはずがないと思われていたのである。これは、ヨーロッパの学者だけの認識ではなく、南アフリカの学者たちも同様であった。ウィット・オータース大学のレーモンド・ダートは、 女学生が示したタウングで見つかったというヒヒの骨に興味を持ち、同僚のロバート・バーンズ・ヤングを通じて、その石灰石採掘場の所有会社と交渉し、化石を含む眼界の箱を送ってもらうことができた。ダートはその中からルジンザルのものと明らかに異なり、大高刀高の位置から直立二足歩行をしていたと考えられる未知の生物の頭蓋を発見した。 ダートはこれを人類進化のミッシングリンクを埋める可能性のある新種アウストラロピテクスアフリカノスの模式標本と位置づけ、その論文を翌年に1月までにまとめてネイチャーに投稿し、翌月掲載された。その化石人骨は一般にタウングチャイルドないし、タウングベビーと呼ばれる。しかし、当時はまだヨーロッパ人の先祖と信じられた。 ピルトダウン人が指示を集めていた時期であり、ダートの骨はルイ・ジンザルの骨に過ぎないと過小評価された。ピルトダウン人に比べればはるかに農用量が小さかったし、イギリスで発見されたと言われていたピルトダウン人に対し、タウング・チャイルドの発見地がアフリカであったことも否定的に判断される原因になった。そのような手どい扱いのせいで、ダート自身は一時期、 個人類学から手を引くが、代わりに、プレトリアのトランスバール博物館に勤務していた、古生物学者、ロバート・ブルームが発掘に勤しんだ。彼は1936年にスタルク・フォンテインで発掘を開始し、アウストラロピテクス・アフリカノスの化石を発見し、1938年に発掘を始めたクロムドライでは、パラントロプス・ロブステュスを発見した。さらに1948年には、 スワルト・クランスの発掘にも着手し、アウストラロピテクスだけでなく人族の化石も発見し、それらが同時代に生息していたことを初めて示した。こうした一連の発見に触発されたダートも1947年から発掘を再開し、マカパンスガットでアウストラロピテクスが獣の骨を武器にして争い合い野蛮な生活を送っていたとする。 骨破格文化の痕跡を見つけたと主張していた。彼のこうした主張は全くのビューケンとして後に否定されることになるが、マカパンスガットそれ自体は南アフリカでも最古の部類に属する層を含む化石出土地と認識されている。1990年代以降もドリモレン、ゴンドリンといった新たな化石出土地域が見つかり、多くの化石人骨が出土している。 2008年にはグラディスベールに近い石灰石採掘場跡で新種のアウストラロピテクスセディバが発見され人類進化の中でどのように位置づけるべきか議論を呼んでいる世界遺産の構成資産は1999年に登録されたスタルク・フォンテイン、スワルト・クランス、クロムドライ及び周辺地域2005年に拡大登録されたマカパン渓谷 タウングズ外化石室土地の3県に分類されている。スタルクフォンテイン、スワルトクランス、クロムドライ及び、周辺地域は1999年に登録された、ハウテン州クルーガーズドルプの地域で、登録範囲は2万5000ヘクタール、干渉地域は2万8000ヘクタールである。スタルクフォンテイン・スタルクフォンテイン洞窟内にある、指定湖の様子見せす。 プレスロバート・ブルームスタルク・フォンテインの洞窟群は、ヨハネスブルグから北西に約3 5トルに位置し、行政府プレトリアからもそれほど遠くない。この洞窟群は1896年に、金鉱山の探索者によって発見されたが、それ以来、石灰岩の採掘場になっていた。レーモンド・ダートによる、初のアウストラロピテクス族であるタウング・チャイルドの公表は、 当時ほとんど受け入れられなかった。しかし、例外的にその意義を認めていた。古生物学者、ロバート・ブルームは、ダートの研究室に、事前連絡なしに押しかけ、ダートには、目もくれず、タウング・チャイルドの前でひざまずくという行為に出たという。ブルームは1936年に、その縁で面識のあった、ダート研究室の学生から、スタルク・フォンテインで化石が出ると聞いて、現地を訪れ、 石灰石の採掘現場の監督ジョージ・バーローに化石を探しておいてほしいと依頼した。そして採訪した同年8月に渡された化石こそがアウストラロピテクスの化石断片であった。スタルク・フォンテインでの調査は第二次世界大戦などの影響で一時中断したが1947年に再開された。この時の調査では ほぼ完全なアウストラロピテクスアフリカヌスのメス生体と見られる頭蓋骨化石が発見された。ミセスプレスとの相性が与えられたこの化石は、スタルク・フォンテインの名を広く知らしめた。ミセスプレスが発見された時点でブルームは80歳になっており、84歳で没することになる。その後も、後続の学者たちによって、スタルク・フォンテインの発掘は続けられ、 主に260万年前から150万年前までと見られる層から670個体分の化石人骨が出土している。だが、それら以上に重要なのがリトルフットの発見である。その全身骨格はルーシー、セラム、トゥルカナボーイなどに匹敵する保存状態の良さを備えていると見られている。ただし、この化石は1997年に発見された。 ものの、2010年時点でも隠れ期間の層からの慎重な取り出し作業が続いており、全身像の復元ができておらず、正確な種の特定にも至っていない。年代も工述する南アフリカの化石出土地特有の複雑な事情があるせいで、古ければ400万年前、新しければ220万年前とかなりの幅がある。取り出し作業が終了した暁には、 化石人骨の中で最も多くの部位が残存している、標本となることが期待されている。スワルト・クランス1950年に、スワルト・クランスで出土した、パラントロプス・ロブストゥスの頭蓋骨スワルト・クランスは、スタルク・フォンテインから、西南西 1.2km ほどの場所にある。ロバート・ブルームとその助手、ジョン・ロビンソンは1948年11月に、スタルク・フォンテインと、 クロムドライに加えて、スワルトクランスの発掘作業を開始した。間もなく出土した薄葉のついた頑丈な化学骨について、ブルームは新種とみなしてパラントロプスクラシデンスと命名した。さらに、1949年には全く別種の化石人骨が出土し、ブルームはテラントロプスカペンシスと命名した。これは後に、ロビンソンによってホモエレクトスと同定し直され、 実際、それか、ホモハビリスと同一視されているが、人族がアウストラロピテクス族と同じ時代に生存していたことが確認された最初の例であった。なお、スワルト・クランスの化石は断片的なものばかりで、これに関する研究は、ダートの骨破格文化説の否定材料の一つになった。1951年に、ブルームが母子、ロビンソンも、 その出土品群の整理に追われるようになると、スワルト・クランスの発掘作業は中断された。1966年に発掘作業を再開したチャールズ・ブレインはいくつかの重要な業績を挙げた。一つ目は、スワルト・クランスの成り立ちを復元し、五層に分類した地層のおおよその年代を特定したことである。彼によれば、 スワルトクランス第1層はおよそ180万年前から150万年前、第2層と第3層はおよそ150万年前から100万年前で、第4層と第5層はそれよりも新しい。かなり幅のある推定になるのは、南アフリカの化石湿度地帯が石灰岩で、保存状態の良好な化石も出る反面、小入洞の天井崩落や、そこに落ち込んだ、 堆積物の重なりなどが非常に複雑な地層を形成していることが一因である。また、火山が近くにないため、東アフリカの化石湿土地帯で、一般的な火山灰をアルゴンマイナスアルゴン法にかけるという信頼性の高い手法も使えない分、狭く絞り込んだ年代推定が難しいのである。ブレインのもう一つの業績は、第一層、第二層と違い、 第三層には火の使用根があることを突き止めた点である。彼は第三層から出土する獣の骨に伸びで焼けた場合と異なる例が270点あることを認識し、さらにそれらが人の手を介さずに死んだ骨だとしたら不自然な形で分布していることを根拠に挙げた。第三層からは人族の骨は出土していないが、それより仮想で、 人族の湿度例があることから火の管理をしたのは人族だったと推測されている。これは人による火の使用が確実しできる最古の例である。なお、スワルトクランスでは白アリを食べる時などに使ったのではないかと考えられている尖った先端を持つ骨格器も見つかっている。これは口述するドリモレンでも湿度した。クロムドライクロムドライクロムドライは スタルク・ホンテインから東北東に 1.6km の位置にある。クロムドライは小乳道としても有名である。この遺跡の存在は1938年に知られるようになった。ブルームが前日の現場監督バーローから新しい化石を購入した際、それは地元の小学生がもたらしたものだと聞く。そしてトゥルブランシュの道案内で、 クロムドライの化石湿度地域にたどり着いたのである。ブルームはそこで追加発見された断片やトゥルブラン種が持っていた断片も合わせて復元を行い、それが従来の化石人骨とは別種のものであると判断し、パラントロプスロブストゥスと命名した。ただし、現在ではアウストラロピテクスロブストゥスと分類する論者もいる。いずれにせよ、この種が見つかったのは、 クロムドライが初めてである。パラントロプスロブストスは、いわゆる、頑丈型のエンジンで、これらの南アフリカの遺跡群の調査、発見を踏まえて、エンジンには、頑丈型とアウストラロピテクスアフリカノスなどの、華奢型の二種が存在したことが、1950年代までには、明らかになっていた。周辺地域1999年の世界遺産登録で、周辺地域として、 登録対象となったのは、ドリモレン、コンドリン、グラディスベールなどである。前二社では1990年代になって、パラントロプスロブストスが相次いで発見された。ドリモレンでは1992年の発見以来、すでに100個体分のパラントロプス属の化石が出土しており、その中には、ほぼ完全なメスズガイなどが含まれている。また、属の化石も見つかってはいるが、 数はかなり少ない。そのため、180万年前から150万年前と推測されるその時期、東アフリカでは人族が優勢になっていたのに対し、南アフリカで優勢だったのはパラントロプス族の方だったのだろうと考えられている。マラパで化石を手にするマシューバーガーグラディスベールは、スタルクフォンテインから8キロメートルほどの場所にある遺跡で、 1948年には探索が行われていたが、化石人骨の出土は1992年になってのことだった。この地で調査に当たっていた個人類学者ディ・バーガーはアウストラロピテクスアフリカノスの断片を見つけるにとどまっていたという。しかし、バーガーは2008年8月にヨハネスブルグからグラニスベールに向かう大きな道を数キロメートル手前で脇にそれ、 Google Earth で検討をつけていた近隣の石灰石、採掘場後に赴いた。その場所で彼は9歳の息子マシューと共に、新種のエンジン化石を発見した。新種は、メスの生態とオスの少年が近接して発見され、親子などの可能性も指摘されている。後に、バーガーがマラパと命名したその遺跡のある一帯も、世界遺産登録範囲内である。バーガーたちがまとめた。 調査結果は、サイエンス2010年4月8日号に掲載された。バーガーは、新種の化石を、アウストラロピテクスセディバと命名し、原生人類につながるホモ族の先祖だった可能性があると位置づけた。従来の有利説は、ホモ族の先祖が、東アフリカのアウスト、ドナルド・ジョハンソンのように好意的な論者がいる一方で、ティム・ホワイトのように強く否定的な論者もおり、 スワモトは、新種が見つかるたびに、人類の系統図が大きく書き換えられると、生やし立てるような論調が出ることの不適切さを指摘し、そこまで大きな差異ではないとみなしている。マカパン渓谷は、リンポポ州、ポトギーテルスルス近郊に位置し、登録範囲は2220.049561ヘクタール、干渉地域は5万5五千ヘクタールである。2005年に拡大登録された。 マカパンスガット、バッファロー洞窟、ペッパーコーン洞窟などの洞窟群が対象である。このうち特に重要なのがマカパンスガットである。ホラー穴の名前は19世紀に先住民たちがボーア人と戦った際に、そこに立てこもった3000人の先住民を率いていた主導者マカパンに由来している。この洞窟はタウングチャイルドが国評されて一時、 個人類学研究から離れていたレーモンド・ダートが1947年に発掘調査を再開した場所であり、彼はこの地で発見した活石人骨にアウストラロピテクス・プロメテウスという名を付けた。彼は火の使用の痕跡を見出したと考えてその名を与えたのだが、現在ではアウストラロピテクス・アフリカノスに過ぎないものをマンガンの付着などのせいで誤認したものとされている。また、 だとは、マカパンスガットに散乱していた銃骨の断片をもとに、アウストラロピテクスが、動物の骨を、棍棒やナイフにして使っていた、骨破格文化が存在していたと主張し、アメリカ人、ジャーナリストロバート・アードレイのベストセラーによって、広められた。この仮説では、アウストラロピテクス同士で暴力を振るやっていたという、野蛮なイメージが広められたが、現在では、 マカパンスガットで人や獣の骨が断片的にしか出土しないのはハイエナが持ち込んだ餌食の残りが散らかっていたり氷河木の上に持ち上げた餌食の一部が穴に落下したりしたためだと考えられている骨破格文化という語尾を広める舞台になったマカパンスガットだが現在ではその一部の層は南アフリカの中では最古の部類に属し否定的な見解もあるものの 300万年前まで遡る可能性も指摘されている。タウングチャイルドワシにつけられたと考えられている傷跡、タウングズ外化石出動地は、ノースウェスト州タウングの遺跡、マカパン渓谷と共に2005年に拡大登録された。世界遺産に登録されている洞窟は、ウィットランス洞窟、ブラック、アース洞窟、エクウス洞窟、パワーハウス洞窟の4箇所で、 その中がさらに19地区に分類できる。レーモンド・ダートがアウストラロピテクス・アフリカノスの模式標本に指定したタウング・チャイルドの発見地であるが、ダート自身が掘り出したわけでないという発見の経緯から正確な発掘地がどこだったのか特定されていない。過去の発掘地特定や胴体部分の化石探求の試みはすべて失敗してきた。ただし2006年になって、 胴体が見つからない理由について新しい仮説が提起された。前室のリー・バーガーはタウング・チャイルドの再検討の中でいくつもの傷の付き方が現代の霊長類がわしにらわれた時のそれと告示していることに気づいた。このことからバーガーはタウング・チャイルドはわしの犠牲になったエンジンの頭部だけが石灰岩地形の割れ目に落ち込んだものだろうと主張した。 アパルトヘイト政策が取られていた時代の南アフリカ政府は、外して個人類学の研究に冷淡で進化論を否定し、公教育の場で扱うことも禁止していたという。しかし、1990年代に入り、アパルトヘイトが廃止されるのに合わせて、悪魔の仕業と忌避されていた化石人骨を国家の誇りとして再評価する動きが起こった。 南アフリカ共和国の世界遺産条約定約は1997年7月のことで人類化石遺跡群は翌年に推薦された。それに対し世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は1999年に登録を勧告し、その年の世界遺産委員会で正式に登録が決議された。1999年は最初に 南アフリカ共和国の世界遺産が登録された都市で、アリ、ロベンジマ、グレーター、セントルシア湿地公園と共に、南アフリカ初の世界遺産となった。2004年には、タウン軍の洞窟群とマカッパン渓谷が、拡大登録を目指して推薦された。この時もアイコモスは、翌年に拡大登録を承認するよう勧告しており、問題なく拡大登録が決まった。その時点で、 新しい登録名が検討されていたのだが、実際の変更は2013年になってからのことだった。当初の登録名は、ホシルホミニドサイツオブスタークフォンテン、スワルテクロンス、クラムドライ、アンドアンビロン、サイツでハミニデスホシールデスタークフォンテン、スワルテクロンス、クラムドライレアンビロンであり、これは2005年に拡大登録された時にも変わらなかった。その日本語訳は、 主に地名の表記の点で文献によってかなりの揺れが存在していた。上記の21世紀世界遺産の旅のように地名を逐一訳さずに要約的に示した文献は例外的なものであったが、2013年には正式名がフォッシルホミニドサイツオブサウスアフリカ、サイツデハミニレスフォッシルズ D、アフリックジュシュット、フランス語と改名された。 解明後に出された文献での表記例としては以下のものがある。ただし2013年末に出た世界遺産アカデミーの文献のように解明後にも旧称を使い続けている文献もある。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。南アフリカ当局は当初どの推薦基準に該当するのかを明示していなかったがアイコモスは 基準等を適用できるとの見解を示し、世界遺産委員会でもその判断が踏襲された。基準は人類の起源の解明に寄与する重要な遺跡群であることに対して、基準は人類の進化のかなり早い段階の歴史と密接に結びついていることに対して、それぞれ適用された。ありがとうございます。